現代アートってやっぱキュビズムから始まってる、うん、いつの時代もこれはアートなのか論争というか、うん、これがアートなのかっていうものの中にこそ、うん、未来のアートが潜んでいるっていうふうにも言えるかもしれないですよね、うん、二度と日本では見られないレベルの質でキュビズムのものが見られるっていうふうに。今回の講座ゲストは美術研究家で国立西洋美術館館長の田中正幸さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ご紹介お願いします。はい、田中正幸さんです、はい、西洋の近現代美術史を日本アメリカで学ばれ、これまで国立西洋美術館で開催されたマティス展やムンク展をご担当されてきました。2021年から国立西洋美術館の館長に就任され、今年同館で開催されるキュビスム展美の革命では企画監修に当たっておられます。というわけで、はい、本日の講座の、はい、うん、キュビスムについて すごい楽しみで、キュビスムといえばピカソ、ピカソといえばキュビスムっていう、うん、なんかイメージは強いと思うんですけど、今の現代アートとかにおいてもその技法であったり思想であったり、うん、組んでいる作家はとても多いので、うん、やっぱこれはしっかり知るのは楽しいんじゃないかというふうに、そうですね、はい、思っています。キュビスムピカソっていうのはあるけれども、うん、具体的にじゃあ何なのかっていうのははっきりはなんか分かってない気もするので、うんうん、教えてください、はい、教えてください。よろしくお願いします。お願いします。今お話しされた通り、キュビスムといえばピカソって感じだと思うんですけども、うん、ピカソってもう本当に誰でもが知っているような、もう20世紀を代表する画家っていう感じになってるんですけども、はい、なぜでもピカソがそんな大画家扱いされてるのかといえば、うん、もう理由はただ一つ、はい、彼がキュビスムをやったからってことなわけですね、うん、なのでキュビスムを彼がやらなければこんな有名な大画家になることもなかったですし、うん、今皆さんが名前を知っているような画家にもならなかったと、うん、ですので、まあ、キュビスムを知るということは、うん、ピカソを知るということにもなりますし、ひ、うん、いては20世紀美術を知るということにもなるというふうにも言っていいかというふうに思います。何でしょう、辞書的に辞典的にキュビスムってこういうものですみたいなことをですね、まあ、堅苦しく話をしても多分キュビスム全然面白いって思えないと思うんですね。キュビスムってなぜじゃあそんな重要な美術運動として扱われているのかっていうようなところからまずお話をしたいと思います、はい、で大きなポイントとして2つ、はい、まとめさせていただいたんですけど、一番重要なことはですね、うん、絵の描き方変えた、絵画っていうものがここから全部変わったっていうことなわけですね、はい、でこれが一番大きなポイントだったかと思います、うん、何を変えたのかというと、うん、それまで美術学校で習うような絵ってこういうふうに描くものなんだよっていうような描き方のルール、決まり、約束ごと、まあ、そんなものがいろいろあったかと思うんですけど、まあ、代表的なもので言えば遠近法をちゃんと使えるようになるとか、立体感をちゃんと出すために陰影をちゃんと表現できるとか、まあ、そういう技術を身につけないと画家になれないっていうところもあったわけですけども、キュビズムがやったことはそういった伝統的な技法なんか使わなくたって絵は描けるっていうふうに、まあ、180度絵の描き方を変えていったってところなわけですね、はい、でその先にじゃあキュビズムの先に何が生まれたかというと抽象美術、抽象美術や抽象芸術って今我々にとってはごくごく普通のものですよね。ですけれどもキュビズムが出てこなければ抽象絵画や抽象彫刻というものは誕生してこなかったというふうにも言えるものなわけですね。なので絵画の在り方を、まあ、根本から変えたというふうに言うことができるかと思います。でもう一つのポイントは絵画の在り方を変えただけではなくて、さらにその先、絵画とか彫刻っていうような我々が普段親しんでいるような美術のジャンルで、こんなものももうこんな風なものとしてジャンルきちんと分けなくていいよねっていうことで、絵画とか彫刻っていうようなジャンル自体を解体していく方向にも向かっていったところがあるわけですね。キュビズムが完全に解体させたのかというと、まあ、そこまでは言い切れないんですけども、
でもキュビズムがあることによって、うん、そっちの方向へとどんどん美術は進んでいったってところがあります、うん、じゃあその解体をもたらしたものが何かっていうとですね、うん、美術作品を作るのに、はい、もう素材はもう何使ったっていいじゃないっていうことを、うん、やり始めたわけですね。今それこそ現代アートの世界で美術作品を作るのに絶対油絵の具を使わなければいけませんとかアクリル絵の具を使わなければいけませんってそんなルールないですよね、はい、彫刻だったら絶対大理石じゃなければいけないとか、うん、ブロンズじゃなければいけないとかないですよね、うん、タイヤ使ったって剥製使ったって生き物使ったって生身の人間使ったって今美術作品何使ったってできるって状態になってますよね。でそんな風に美術作品を作るのは何を使ってもいいんだっていうことを始めたのもキュビスムだったっていうことができるわけですね。まあ、そういう風に捉えると現代アートってやっぱキュビスムから始まってるって言ってもいいくらいなんじゃないかっていうふうに思ってもらえるかと思うんですよね。 なるほど。なので現代アートのことを理解するためにもキュビズムを理解するということは、うん、とても重要なことになるんではないかっていうふうに思っています。なんか今となってはというか、まあ、キュビズムって絵の、ね、描き方のジャンルっぽい、まあうんうん、イメージがありますけど運動だったんですね。芸術運動だったんですね。そうですね。何人も の芸術家たちが加わっていって、うん、それでともかく新しい美術作品を作るんだ、うん、新しい美術作品を作るんだっていう形で、うんまあ、展開していったものだったので、うんまあ、グループでやっていたという点では、うん、運動って言っていいかと思います、うん、ただピカソってそういう運動でグループでやることって好きな人ではなかったので、うん、キュビズムの運動に参加した、まあ若い芸術家たちと自分とはちょっと距離を置くっていう人でもあったんですけども、うん、ですけれども、まあ、全体としては一つの大きな美術運動だったっていうふうに、うん、言っていいかというふうに思います。でもうちょっと時代的にどんなところにキュビズムが位置づけられるのかというのも、うん、ちょっと分かりやすくまとめてみようと思うんですけど、はい、印象派とポスト印象派ここまでが19世紀の美術でここから下が20世紀の美術だと思っていただいていいかと思うんですけど、はい、いわゆるモダンアートとか新しい美術って、うん、印象派から始まっていくわけですけども、印象派がだいたいざっくり言って1870年代とか80年代、うん、でその後にポスト印象派、まあ、有名な画家たちですよね、ゴッホとかゴーギャンとかセザンヌとか、うん、これがだいたい1890年代に出てきます、はいはい、でこの辺を土台として、うんまあ、踏み台のようなものにして、うん、新しい絵画とか美術を作っていこうっていうことが20世紀の頭に次から次に美術運動として起きていきます、うん、で最初に出てきたのがフォービスムで、これ野獣派って日本語で訳されたりするんですけど、訳したところで意味が分からないのであまり意味ないですので、まあ、フォービスムとそのまま言っといた方がいいかと思うんですけども、まあ、代表的な画家はアンリ・マティスですね、はい、マティスはここから登場してきたってことになります。でこれが1905年に始まるんですが、その後だいたい1907年とか、キュビズムっていう名前が生まれてきたのは8年ぐらいなんですけども、その後にキュビズムが出てきて、ピカソ・ブラックっていう画家がそれを始めたって形になります。で同時代の美術運動としては同じようにですね、ともかく新しい表現を作っていくんだっていうことがヨーロッパの各地で展開していてですね、結構ライバル関係にもあったりしました。負けねえぞみたいな感じで、例えば一番大きなライバル関係だったのがキュビスムとイタリアのミライ派だったんですけど、自分たちの方が一歩先に行っている、自分たちの方が一歩先に行っているという点ではものすごい強い競争意識を持っていた美術運動になります。でそのキュビスムとかイタリアミライ派の両方の影響を受けながらドイツでは表現主義という運動が展開しますし、世界で最初に抽象絵画を描いた画家と言われているカンディンスキーですね、カンディンスキーなんかはここに分類されますし、
カンディンスキーとほぼ同じ頃に抽象絵画をロシアで描いた画家にマレービッチがいて、まとめて言ってしまうロシアアバンギャルドっていう言い方がとりあえず分かりやすいかと思います。で、同じくらいに抽象絵画の重要な画家であるモンドリアンはオランダ出身で、オランダでは新造形主義とかデスティルっていう、デスティルっていうのはオランダ語で様式、英語で言えばスタイルって意味なんですけども、そういう運動が展開して、この辺の大きなですね、美術運動を一気に展開させるための最初の原動力というか、あれに出発点になったのがキュビスムだったというふうにも言うことができるかと思います。でここからどんどん美術って新しいものを目指していって変わっていったっていうところがこうあるわけですね。ヨーロッパがとても活発で、美術って変わっていくものなんだっていう空気にあふれている。何がじゃあ美術をそんなに変えていったのか、新しいものにしなくちゃいけないっていうふうに芸術家たちをアーティストたちを突き動かしていたのかっていうふうに言えば、それは今の時代のアートを作らなければいけないって意識だったと思うんですね。で19世紀までに描かれていた絵画って、それこそイタリアルネッサンスの時代、だいたい15世紀とかそれぐらいなんですけども、それぐらいで出来上がった絵画の描き方をきっちり守っていって、そこで決められたルールで描いていく、でその通りに描けるっていうことがとても重要だったわけですよね。だけども15世紀に作られた絵画のルールで20世紀っていう時代を描けるかって言ったらば、そんなことはないはずだと、今の時代には今の時代のアートの表現があるはずだと、科学はどんどん進歩していく、どんどん機械化していく、新しくなっていく時代には新しい時代の表現があるはずで、それやっぱり作っていかなくちゃいけない、だったらば既存の絵の在り方とか美術の在り方を崩していって新しい表現を作っていかなくちゃいけないってやっぱり思ったわけですよね。でそれで作っていったのがマティスとかピカソが最初にともかくそれに突き進んでいったって感じですね。産業革命とか、多分アインシュタインが相対性理論とかを発表したタイミングもこのあたりですもんね。そうですね。で今おっしゃった通り、アインシュタインの相対性理論は実はキュビズムにものすごく大きな影響を与えるんです。なのでそういう新しい世界の捉え方が変わったわけですよね。アインシュタインの相対性理論は単なる物理学の理論ではなくて、世界ってこういうものなんだ、宇宙ってこういうものなんだっていう理解がガラリって変わったものですよね。なのでその世界の捉え方がガラリと変わったならば、世界を描く描き方だってガラリって変わるはずですよねってことになるわけですよね。そうするとやっぱ新しい表現をアーティストは作らなければいけないし、作りたいってやっぱり思っていくわけですよね。でそうやって出来上がっていったものがキュビスムやその後の美術運動で、自分たちの方がどんどん新しいものを作ってるんだっていう、ある種すごい競争意識の中で影響も受け、お互いに影響を与え合いながら新しいものをどんどん作っていったって感じですよ。なるほど。でキュビスムが登場した時に、じゃあ何がその自分たちが作品を変えていくにあたってよりどころになったというか、ヒントになったというか助けになったかというと、大きなものはセザンヌだったわけですね。でセザンヌとアンリ・ルソー、素朴派とか言われますけど、分かりやすく言うと日曜画家みたいな感じで、ポロの画家ではなかった人みたいに扱われますけど、実際はプロの画家も出す展覧会にいっぱい出していたので、プロの画家ではないという言い方も微妙なところもあるんですけど、ただ正規の美術教育を受けてない画家ってことになりますよね。でそれとこの時期発見されたのがアフリカやオセアニアの造形物、でこれはヨーロッパであった美術の展開とは全然違う造形のあり方っていうものを展開させていたわけですよね。
それとの出会いっていうものも大きかったわけですよね、うん、それまでヨーロッパであった絵ってこう描くべきだみたいなルールと全然違うルールの中で描かれているものがある、うん、それとの出会いって大きいわけですよね。で、印象派の時代はその出会いが日本の浮世絵とかだったわけですよね、うん、全然ヨーロッパと違う絵の表現でこんなものがあるんだっていう出会いがモネとかルノワールにとってはものすごく大きなインパクトだったわけですよね。で、それがマティスやピカソの世代になると日本の浮世絵ではなくてアフリカやオセアニアの造形物だったってことになるわけですね。あのゴーギャンのタッチとかで描いてたああいうのとかもやっぱりあもうおっしゃる通りです、おっしゃる通りです。で、あのゴーギャンがタッチとかに行ってそれこそ現地の造形物であるとか、まあ、タッチオセアニアになりますので、はいはい、オセアニアの造形物とかを、まあ、参考にしながらあの木彫りの彫刻とかを作るわけですよね。で、その木彫りの彫刻の展覧会がパリで開かれるともうマティスとかピカソはものすごい衝撃を受けるんです。こんな表現していいんだと思って、で今まであるルールに従って絵を描かなくちゃいけないと思ってたところに、いやこんな彫刻作っていいんだっていうのを見せられた時に、いやだったらそこにもっと発展させていい可能性がそこにあるはずだって思って、それをどんどん展開させていくっていうことをやっていくわけですよね。もともとの既存のルールに従って作ってない造形に対してどんどん関心を持っていくので、まあ、大衆文化とか民衆文化ですね、あのもう本当に民芸品のようなものでもいいんですけど、そういうところでの農家を飾るために作られていたような飾りのようなものとかですね、多分そういう木彫りの人形とかあったと思うんですけども、そういうものとかもこういう表現にこそ新しい可能性があるって思って、まあ、それを参考にしていくってところがこうあったわけですね。で、まあ、この中で、まあ、セザンヌだけが、はい、まあ、ちゃんとした画家に覚えるかもしれないんですね。ただ、セザンヌってそれこそ絵画の歴史の中で最も偉大な画家のように扱われるんですけども、最も偉大な画家だと思って絵を見てしまうと素晴らしいと思わなければいけない、すごいと思わなければいけないと思って絵を見てしまうかもしれないんですけど、セザンヌで絵を見る時の一番重要な見方って、あえて言えばですけども、なんだこれと思って見る見方だと思うんです。セザンヌの絵ってなんか変だと思って見る見方が、多分セザンヌを理解するためには実はとっても重要な点になるわけですね。で、実際セザンヌの絵って、はい、あの本当に変なんです、で、とっても変なんですけど、変に描かれているセザンヌの絵を見て、マティスはマティスなりにここに絵画の未来があると思ったわけですね。で、ピカソはピカソなりにここにこそ絵画のこれからの可能性があると思ったわけですね。で、実はマティスが見たものとピカソが見たものは全然違うんですけど、ただそれだけいろいろな可能性をセザンヌの絵ははらんでいて、でセザンヌの絵はまあ評価されなかった同時代にはって有名だと思うんですけど、それはやっぱり彼がすでに絵画のいろいろなルールを壊していたからなわけです。なので全然評価されなかったですし、なので奇妙な変な絵だ、今見ても奇妙な変なところがいっぱいある絵なんですけど、でもその奇妙な変なところにこそマティスやピカソは、いやここにこそ可能性があるんだっていうふうに思って見たっていうところがあるわけですね。なんかいつの時代もこれはアートなのか論争というか、でもそれが後に主流になるというか時代を作っていったっていうのが、そうですね、そうですね、これがアートなのかっていうものの中にこそ未来のアートが潜んでいるっていうふうにも言えるかもしれないですよね。まあ、キュビズムの始まりってどんな絵なのか、はい、っていうのを、あのご覧いただきたいと思うんですけど、はい、あのピカソと一緒にキュビズムを発明したのが、ブラックという画家になります、はい、ピカソほど有名じゃないんですけど、実はあの同じくらい重要な、あの画家ですので、あのキュビスムっていう名称がじゃあどこから生まれたのかっていうふうに言えば、
こういった絵からこの絵からだって言ってもいいような、あの絵の一枚に、あのなります。あの、まあ、今回の展覧会でもこの絵はあの出品される絵なんですけども、崖のところというか丘のところに家が描かれてるんですけど、ちょっと子供が描くような絵みたいな感じで、もう簡単なホームベース型とか平行四辺形とか四角形みたいな形だけで、非常に単純な形で描かれてる絵になってるかと思うんですけど、これを見た新聞の批評家が、ブラックという画家は描くものすべてをキューブに単純化しているって新聞に書いたんですね。でそれでブラックのこういった絵がキュビスムっていうふうに呼ばれるようになり、同じような絵を同時代でピカソも描いていて、このあとピカソとブラックは一緒になってそういった絵を発表するようになるので、ピカソとブラッカーを合わせてキュビスムって呼ばれるようになりました。なので、まあ、この絵がそのキュビスムっていうものの発祥になるんですけど、こんな絵をじゃあブラックはどうして描いたのかといえば、これはですね、実はセザンヌの影響と言ってしまえば一番分かりやすいかと思うんですが、ブラックなりにセザンヌをやってみたっていうような絵なわけですよね。あのセザンヌからとても大きな衝撃を受けるわけです、セザンヌの絵を見て。で衝撃を受けた時に画家って何をやるかというと、じゃあ自分なりにセザンヌ描いてみようみたいな感じのことをやるわけですね。描いてみることによってセザンヌの絵には何が潜んでいるのかってことを画家なりに見つけ出そうとするわけですよね。なのでブラックなりにセザンヌをやってみて、それでセザンヌの絵の重要なポイントはここだっていうものを自分で見つけていくってことをやっていくわけですね。なのでレスタックの高架橋というタイトルですけど、レスタックというのは南フランスにある、まあ、小さな町で、セザンヌがアトリエを構えて絵を描いていた町でもあるわけですね。そこに自分も行ってセザンヌが見た風景を見て自分も描いてみる。だけど単なるセザンヌの真似っ子ではなくって、はい、セザンヌの先にあるものをこうやって探し出そうとしていったっていうところがあるわけですね。いろんな角度から見たこの街並みのコラージュみたいなやつ、ね、なんかそここそがあのキュビズムが絵画を新しくした最大のポイントって言っていいかというふうに思います。であの先ほどあのセザンヌの絵ってとっても不思議なんですって話をしたんですけれども、セザンヌの絵がじゃあちょっとどういうふうに不思議なのかって話もちょっとさせていただきたいというふうに思ってるんですけども、絵って何を描いてるのかっていうポイントになるんですけど、特に西洋の絵画の歴史で言えば、西洋の絵画ってともかく目に見える世界をいかにキャンバスの上に写し変えるかっていうことをやってきたわけですよね。なので絵っていうのを一枚の窓に例えられて、窓から外を見るようにキャンバスの向こうにはある世界が広がっているっていうような絵を描くっていうことをやってたわけですね。なので本当はそこに奥行きとか空間がないのに、奥行きとか空間があるように遠近法っていう技術を使ってバーチャルに奥行き感を見せるっていうのことをやったわけです、はい、で本当は丸くないのに陰影法を使って丸みがあるっていうように見せるっていう描き方を、そういった技術をどん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 高めていったのが、まあ、西洋の絵画だったわけですね。で最後の最後になってもなかなかできないことが一個あったわけです。それは何かっていうと、光とか空気ってっていうのをどうやって絵の上に写し替えていけばいいのかっていうことができなかったわけです。で、それに成功した画家たちがいたわけです。で、それが印象派の画家だったわけですね。で、モネとかルノワールとかは光とか空気とかまでどうやったらばその目に見える世界をキャンバスの上に写し替えるのかっていうことをやっていって、まあ、技法的に言えば筆色分割とかそういった技法なんですけど、そういった技法を使うことによってまるで光がそこにあるかのような画面
ていうものを、まあ、描くことができたわけですね。で、印象派までの西洋絵画の歴史というのは、外の世界をいかにキャンバスの上に写し替えるかっていうことの、もうその探求の歴史だったっていうふうに言ってもいいものだったわけです。で、それがポスト印象派のゴッホ、ゴーギャン、セザンヌで180度転換するわけです。どう転換したのか、外の世界をもう映すっていうのが絵画なんじゃなくって、絵画の中には絵画の自律的な独自な世界があっていいよね、絵画というものを外の世界を映すことから解放して、絵っていうものを自律的に作っていこうっていう方向に向かっていくわけです。なるほど。で、それを向かっていくのに一番大きな役割を果たしたのがセザンヌで、セザンヌは一応目の前に見えているものを描いてるんですけども、でも全然見えるように描くってことをしていなくて、目に見えているものを裏切っていくかのように画面をどんどん構築的に作り上げていくわけです。で、構築的に作り上げていくときに何をやったかというと、いろいろな方向から見たものをコラージュ的に組み合わせるとか、目に見えている例えば家とかを正確に描写するのではなく、もう単純な四角形っていう形にして、もう絵の上に描いて四角形で画面を構成していってもいいじゃないみたいな感じで絵を作っていくようになるわけですね。ちょっと YouTube に映せない絵なんですけどこれは本物を見に行ってください。セザンヌ の, 例えば、ニューヨークのメトロポリタン美術館にある、ガルダンヌという絵では、同じように丘にある家並みを描いてるんですけども、四角形とか三角形とかで、もうどんどん絵の形を単純化してますよね。で、やっぱこういうことを自分なりにブラックやってみたわけですよね。で、そうやってもう四角形で画面を構成するってどういうことなんだろう、っていうようなことをやっていくことになるわけです。なので、ちゃんと描写してないので、ちゃんと描写するものこそが正しい絵だと思ってる人にとっては、いや、セザンヌお前もうちょっとちゃんと描けよっていうようなことになってくるわけですよね。そうなんですね。セザンヌってちょっと渋いっていうか、なんていうんですかね、渋いところもありますよね。なんかこう絶妙に下手なのかなみたいなこう感じを受けることもすごくあるから、絵によっては絶妙どころではなく本当に下手としか言いようがないっていうような絵もあったりしますので、でもそれは彼の中でいろんな模索をしたやっぱ結果なんですよね。そうですね。いろいろな視点から見たものが混ぜ合わさっているというのは、セザンヌの絵について一番よく言われることだと思うんですね。で、実際セザンヌの作品っていろいろな方向から見たものを一つの画面に組み合わせるということがよくあるわけです。で、例えば生物画を描くにしても、例えば果物かごは真横から見たものを描いているのに、すぐその横にある壺のようなものはちょっと上から見た四角のものにする。で、それが乗っかっているテーブルも向かって左の方は上から見たもので描いてるのに、右の方は横から見たもので描いてて、いや、右と左って全然辻褄合わないでしょうみたいな、要は平気で描いていたりするわけですよね。でも、こういったいろんな方向から見たものを組み合わせて一つの画面作っていいんだっていうことを、こういう絵を見てやっぱピカソとか衝撃受けるわけですよね。ブラック衝撃受けるわけですよね。こんな絵の描き方していいんだったらば、これをもっと突き詰めていったらどうなるんだろうみたいなことを考えていくわけです。いろんな方向から見たものをコラージュ的に組み合わせて、しかも形を単純化していって絵を描いていったらどういうふうになるだろうっていうことを、それをどんどん突き詰めていったところにキュビズムっていうものがあったわけですね。ブラックの先ほど見ていただいたこの絵は、まだ風景画だって分かるかと思うんですけれども、これがさらに進んでいくともっと分からないような絵になっていって、今ご覧いただいているこのピカソの絵は、椅子に座っている女性を描いているんですけど、
パッと見ただけでは一体どこに女性がいるんだとか、椅子に座ってるんだってこともわからないくらいに描かれる対象がもういろんな形に分解されて、でセザンヌのような綺麗な四角形とかではなくて、ガラスを割ったような細かい面に分解されていって、でもそれを組み合わせていって画面を作ったとしか思えないような描き方で人を描く、こんなんだって絵としてありですよねみたいなことをピカソをこうやっていくわけですよね。でこれでも描く対象をこんな風に断片的にこう分けるのって、でもどういうような感覚で描いていくとこうなるのかって分かりづらいですよね。でこれ多分我々のように画家じゃない人間がいくら見ててもよく分からないところもあると思うんです。ですけれども実はこれをとても分かりやすく説明してくれている画家の方がいてですね、デビッド・ホックニーというイギリスの画家がいるんですけど、デビッド・ホックニーは実はピカソからものすごく影響を受けてて、最も敬愛している画家がピカソなんですけども、で彼の作品に、ブルーギターっていう版画集の作品があって、これはピカソに捧げられている版画集なんですけども、その中に自分なりにデビッド・ホックニーがキュビスムの絵を描いているものがあるんです。でそれが要するにピカソがやったキュビスムってこういうようなことですよねってことをとっても分かりやすく説明してきてくれているものなんですけども、見たい。ちょっと YouTube じゃ出せないんですけど、ね、あ、そうなんだ。版画集なのでとってもちっちゃいので、混んでる会場に行くと、人をかき分け見に行かなければいけないので、ちょっと大変なんですけど、椅子に座っている男の人を普通に写実的に描けばこうなるっていうのが書いてあって、でもそれをキュビズム的に形に分解して、幾何学的な形に分解して表現するとこういう風になるよねっていうのが上からこう線でこう書いてあったりするんですよね。ピカソがやったようなことってこういうことなんだよねっていうことを、デビッド・ホックニーほどこんなに分かりやすく説明してくれてるものはないだろうっていう。視聴者の方は見れなくて残念ですけど、ね、どう表現したらいいか。でも結構、ね、細かな線もあるから本当にもう全部をキューブ状に断面作って で,、ね、でもほら YouTube だからネットで見ながら画像検索すれば、ね、出てくると思います。デビッド・ホックニーブルーギター、はい、生物、ブルーギターです。生物と人物、はい、でさらに進んでいくと、キュビズムというかピカソの絵ってどうなってしまったかというと、はい、こんな絵になってしまって、それこそタイトル見てギター奏者というタイトルを与えられたとしても一体人間はどこにいるのか、ギターはどこにあるのかさえわからないくらいに抽象的な作品になっていくわけです。ここから、抽象絵画が生まれたというふうに言えば、抽象絵画は生まれたんだっていうこともできるんですけれども、ただ単にこれ抽象化しましたよね、抽象絵画になりましたよねっていう以上に、先ほどセザンヌって絵をこう自律的に構築的に作っていくっていう話をしましたけど、むしろその構築的に画面を作っていくってどういうことなのかっていうことがこういった絵にはよく表れてると思うんですね。でどういうことかというと、縦線横線格子状のもの、美術の用語ではよくそれをグリッドって英語で言うんですけど、そのグリッド的な構造になっていて、でさらにこの場合だったらなんとなく対角線の斜めの線も見えるかと思うんですけども、縦線横線とか斜めの線とかでそれでこう画面を構築していくんだみたいな感じが、こういった絵を見ていただくとよく分かるのではないかと思うんですね。こういった絵の先に何があるか、この後ピカソではなく、ピカソはちなみにここで U ターンしてしまって、絶対抽象絵画描かなかったんですけど、抽象絵画はピカソのやりたいことではなかったわけですね。なのでこれをさらに抽象絵画に発展させたのは別の画家たちだったわけですね。でこのピカソのこういった絵とかを見ながら、これをじゃあ絵画ってこういうものになるよねって
ていうふうに展開させたのはモンドリアンだったわけですね。でモンドリアンの絵画は、ご存知の方も多いと思うんですけども、縦線横線の格子状、はい、グリッド状になっていて、はい、そこに白黒灰色と赤黄色っていうような原色が入っているような作品になるわけですけども、こういったものの先にそういったモンドリアンの抽象絵画が生まれてきたんだっていうふうにも言えるわけですね。でこういったモンドリアンの絵がそれこそ現代の抽象絵画で言えば、いわゆるカラーフィールドペインティングって言われるような色面だけで構成されるような抽象絵画にも発展していきますし、あるいは例えばイヴ・サンローランのファッションのデザインにもつながっていきますし、というようなさらなる展開がその先にあったっていうことですね。アートがすごい広がっていったっていう。でもうちょっと現代美術のつながり的なことも見ておくとですね、四角形で作品が構成されるもの、まあ、画面が構成されているものがモンドリアンの抽象絵画だったわけですけども、そういった幾何学的な形だけから成り立っている美術作品というと、まあ、1960年代のアメリカで出てきたミニマルアートが代表的なものだと思うんですけれども、そういった幾何学的な形だけで美術作品が成立するみたいなことの出発点にも、なのでキュビスムがあると。キュビスムがなければドナルド・ジャットとか そういったミニマルアートの作家たちも誕生してこなかったっていうふうに言うことができるわけです ね。印象派とかもそういった時代にある意味こう技術力の勝負っていうのはもうすごいレベルまで行き着いてしまって、きっとその当時若くして出てきた画家はもうこれに太刀打ちできないみたいになった時に、まあ本当の意味でのアーティストだったピカソはじゃあアートとして発展残っていくためにはどうしたらいいんだっていうので、こういうふうにどんどん変えていくっていうことを、まあ、生き残りのためにやったのか何なのか、まあ、分かりませんけれども、なんかそういったアートがアートで残るためにこう進化を したのかなみたいな、そういったこともなんか思いながら。あ、そうだと思います、やっぱりこうアートっていうのがなんか古臭いもので、なんか美術家にかかってればいいようなものではなく、やっぱり今の時代の私たちのものっていうものであり続けるためには、アートってやっぱりどんどん変わっていかなければいけないんだっていうことを体現していた、画家だったって言っていいかと思いますけれどもね。コラージュって今ごくごく普通に皆さん使う言葉だと思うんですけど、コラージュを世界で最初にやったのは誰かって言ったらば、ピカソとブラックなわけですね。コラージュってやっぱりキュビズムの中から出てきて、なのでそれもご存知じゃない方多いと思うんですけど、コラージュを作り出したんだっていうこともぜひぜひ知っていただきたいというふうに思っていて、でコラージュって最初は結局何だったのかというと、いろんなものを集めてきて画面の上でどんどん貼ってしまえってやったわけですね。新聞の切れ端で、その時ピカソは友達に道歩いてる時に何か面白いゴミが落ちてたら拾ってきてって頼んで、でそれをどんどんこうもうゴミでいいから集めてきて、で拾ってきたものをともかく画面の上に貼っていって画面を作っていくってことをやってったわけですよね。でそれがコラージュの始まりなんですけども、なのでもう美術作品を作る素材ってゴミであっても何でもいいんだっていうふうにもう全然変わっていったってことですよね。その後も今だったらばいろんな素材を使ってアート作品作るのって普通ですけども、ここから始まっていったんだっていうようなこともですね、実はキュビズムのもう一つの大きな重要性だったりします、ね、だってピカソだって本当に初期の頃 のデッサンとか見てすごくやっぱ上手ですもん ね。だから技術力がなかったわけではないんだけど、なんか一見して最後だけ見るとあれどうしてこうなったんだってなる謎が解けますよね。確かに、でもそのキュビズムがなければピカソもなかった、ピカソがなければキュビスムもなかったっていうあれもあるけど、でもそれでも例えば同じキュビスムが並んでてもやっぱピカソだけ僕は見ててなんか圧倒される部分がやっぱあって、技術とかそういう視点という考え方の変革だけではない、
んか、まあ、それはすごく個人的には思いますけどね、あのピカソという人、うんうんうん、あとやっぱりよくこうヨーロッパを旅行したりとか美術館行くとヨーロッパのどこかしらで常にそのキュビスムの変遷をたどる展覧会ってやってるなという印象で、やっぱそれを私もスイスかな、あの見たんですけれども、一連のものが並んでる中でこう見るとよく理解ができるなっていうのは思ったところで、今回それが日本で見られるというそういった貴重な機会があると伺いまして、ね、ポンピドーセンターはそれこそフランスの20世紀美術の、はい、宝庫と言っていいコレクションを持っているところですので、でそのポンピドーセンターがちょっと私もびっくりするぐらいに惜しげもなくというぐらいにあのキュビスム の作品を貸し出してあのくれましたので、多分二度と日本では見られないレベルのオフィスであのキュビスムのものがあの見られるというふうにあの言っていいかというふうに思います。今回あのポンピドーセンターがあのお貸しくださった作品の中で最も重要だって言ってもいいぐらい の、 あの作品になるのがあのロベール・ド・ローネという画家が描いたあのパリ市というあの作品になります。でピカソ・ブラックとは違ってですね、とても色鮮やかなあのキュビズムの作品だって分かるかと思うんですけど、後に続いてきた作家たちはピカソ・ブラックがあまり色を使わなかったのに対して色彩使ってあのキュビズムの絵を描いていこうというふうにしていったわけですね。結構、まあ、その多分そこにある色に対して忠実に配置している感じなんですかね。空とか水とか緑とか、まあ、人体とかも含んです。そうですね。で、あのキュビズムの特徴がコラージュ的なものなのだとすると、この作品にはまさにそのコラージュ的なものがとてもよく現れていてですね、あの画面の一番左端、橋とセーヌ川が描かれているんですけど、はい、これ実はアンリ・ルソーの絵の写しなんですね。アンリ・ルソーの絵を一部引用して描いてたりするんですね。で、真ん中のところに女性が3人立ってるんですけど、これあのヨーロッパの古代のモチーフで、あの3人の美しい神、女神って意味で三美神って言いますけども、古代ポンペイの壁画とかにもあったりします。でその写真を見て描いたりするわけですね。でそのすぐ横にはエッフェル塔がキュビスム的に分解されて描かれていて、もう古代と現代的なエッフェル塔とかもコラージュ的に表されていて、その意味ではあの時間もこう超えるような形でいろいろなものがコラージュされていって描き出されているっていうようなあのものにもなってるわけですね。ピカソ・ブラックと違ってこういったロベール・ド・ローネとか後に続いてきたあの画家たちはキュビスムっていうのはあの実はとっても面白いことを考えてて、フランス美術の伝統と密接に結びついているんだ、フランス美術の伝統の現代版なんだっていうふうに考えたところもこうあるんですね。でフランス美術の伝統って何かというと一言で言ってしまえば古典主義って言われるものなんですけど、古典主義っていうのは簡単に言ってしまうとラファエロが描くイタリアルネサンスのラファエロの絵のように描けることが正しいと思っているような絵のあり方で、ともかく全員がラファエロのように描けるように教育をするっていうのが美術アカデミーや美術学校の教育だったんですフランスでは。なのでアングルは新古典主義の代表的な画家って言われたりするわけですけれども、その古典主義があのフランス美術の伝統なのだとすると、いやキュビズムっていうのは古典主義っていうものの現代版なんだっていう理屈を作り出すわけです。ただしもちろんラファエロの絵とは全然違うので、それと同じような描き方をしてるわけじゃないんですけど、描き方を変えても実は古典主義的な要素を持ってるんだと。それはどういうことかというと、理性によって画面を秩序立てて組み立てていくっていうのが、それが古典主義なんだっていうような理論のもとにそれをやってるのがキュビズムなんだっていうようなことをこう言うわけですね。なので
まあ、例えば三美神というのはラファエルも描いたりするんですけど、そういったものと結びつくような主題を描きつつ、さらにそこに現代的な主題を入れていく、三美神とエッフェル塔が一緒に描かれるっていうような絵も描いてたりするわけですね。これ西洋美術界にあるキュビズムの代表的な絵なんですけども、アルベール・グレーズという、これもピカソ・ブラックの後についてあの後にキュビズムの画家になった重要な画家なんですけども、これ農村の脱穀の風景です。お米ではなく西洋なので麦の脱穀になります。ヨーロッパでは麦の収穫というのは夏に行われるので、秋ではなく夏の風景っていうことになるんですけども、伝統的な農村の作業風景、まあ、ミレーの絵とか思い出していただいてもいいと思うんですけど、とても伝統的な主題ですよね。なので伝統的な主題をキュビズム的な技法で描くんだと。ただしそこに、とても分かりづらいんですけど、ここに煙突のような機械のようなものがなんとなくこう見えていて、これ要するにトラクターのような、もう農村の中に機械が入ってきてて、その脱穀なんかも新しい機械を使ってやってるんだっていう光景になってて、こういうところでも伝統と現代みたいなのが混ざってて、いかに伝統と現代を結びつけるのかみたいなことがドローネとかグレーズっていうような画家たちにとってはもう一つの大きな課題になっていたっていうところがこうあるわけですね。新しい古典としてもうキュビズムを扱っていこうという機運がすごく高まってたってことですね。そうですね。これ国立西洋美術館の所蔵品、所蔵品ですね。私が若い学園だった頃に購入を担当した絵です。すごい。なのでこの絵を買った時に、いつかはやるぞキュビズム展と思って数十年みたいな感じですね。ようやく今回できたみたいな感じですね。壮大な企画です。いやでも個人的にそのキュビズムの今の今回のお話を通して、どうしてヨーロッパ、特にフランスとかがこうずっと文化の最先端であり続けるかみたいなのが、アートの活動を通してなんかすごい分かる気がするなみたいな、いろんなところにちょっと思いが今巡っていて、頭の中が忙しいんですが。でルー・コルビジェの絵で今回の展覧会は締めくくられます。それは西洋美術館の本館がル・クルビジェの設計による建物だということがあるんですけども、ル・クルビジェはですね、ピカソのキュビズムを見て、これを乗り越えるような絵画を描かなければならないっていうふうに、最初は画家としてですね、キュビズムを乗り越えるぞっていうような絵を描こうとしたわけですね。でそれの試みがこういうものだった。より秩序だって平面的な構成になっていくわけですよね。でコルビジェの建物ってとても幾何学的な構成で、平面の構成で組み立てられていると思うんですけども、そういったものもキュビズムを経て、キュビズムを乗り越えるぞ、初期のピカソのキュビズム絵と違ってちょっとぐちゃぐちゃしたような絵ではなくって、もっとすっきりとした明瞭で明晰な画面にしていったところに、その先にコルビジェの建築ってあるんだなっていうことも、こういった絵からまたよく分かるのではないかっていうふうに思うんですけど、それが現代建築のまた出発点ということです。全部キュビズムじゃん。そうアート知ってるといろんなねことが発展していく。いやこれは本当に楽しみになりました。でも本当にお話を聞かせていただいたことで、よりもいろんなことがつながってたし巡ったので、展覧会はこれマストですね。ぜひぜひ展覧会もご覧いただければと思います。ここに展覧会の情報が今テロップで出てると思います。ぜひ楽しみにしていただければと思います。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。というわけで本日のゲストは田中正幸さんでした。